はい、どうも JB です。本日もプロスペースやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、 2024OB ワールドチャレンジャー新登場した14選手、ちょっと能力見ていきたいと思います。今回はね、やっぱり大谷翔平が超絶目玉のガチャとなっているんですが、まあ、それ以外にもね、かなり強い選手いますので、14選手見ていこうかなと思っております。で、その前にちょっとアップデートとかいろいろ来ておりまして、今イベントで来てる、スターロード、こちらを、自動操作を行おうとすると、強制的にホーム画面に戻ってしまうっていうようなバグがあったんですが、これがね、アップデートをすることによって解消されるというような形となっております。で、そのお詫びとしましては、おそらく契約書がもらえる形ですね。配布日はまだ未定なんですが、まあ、もらえると、このスターロードの期間も、30日までだったのが11月1日と2日間伸びたような形です。まあ個人的にはそこまで被害を受けてなかったんですが、エナジーの方のが良かったんじゃないのかなと思ってます。エナジー欲しかったな。というわけで、今回追加されたワールドチャレンジャー14選手いってみましょう。まずは超目玉大谷翔平、打者大谷翔平となっております。WBC のものと比べますと、打者はミートプラス1パワープラス2となっております。デフォでパワー S、 初めて言いました、デフォでパワー S で、裏捨て特に変更がなく、特能につきましては、第3特能が存在感から、規格外括弧打者に変わっております。もう最強です。最強の2文字が、ぴったりな大谷翔平となっております。打感もスターロードで使ってる方いると思うんですが、当たりはホームランぐらいの選手かなと思われます。大谷、純正的星5、12球団的星5、リーグ的星5、リアタイ的星5となっております。文句なし。で、次投手大谷翔平、投手なんですが WBC のものと比べますと、球威プラス1、スタミナプラス1となっております。称号で、球威スタミナ AA 同値が可能となっております。で、球種につきましてはスライダーがスイーパーに変わり、ストレートが C から B に、でジャイロスプリットが縦スラに変わっております。で、特能につきましてはタイピンチ、奪三振が奪三振賞規格外括弧投手に変わっております。 WBC 版の、大谷翔平もかなり強かったんですが、今回のワールドチャレンジャーでさらに強化されて、投手大谷も最強かなと思っております。投手大谷、純正的星5、12球団的星5、リーグ的星5、リアタイ的星5、どちらもオール星5となっております。で、阪神西岡選手は阪神版としましては初めての登場となっております。ミート78、パワー、67、走力78と、称号で、ミート走力 AA 同値が可能となっております。裏捨ては、セカンドショートどちらも適性が B で使いやすく、特能につきましては第3特能がハイボールヒッターに、過去のロッテ版と比べると変わってるような形ですね。まあ、純正オーダーやってる方だったらここは取っておきたいぐらいじゃないでしょうかね。西岡選手、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星3、リアタイ的星2となっております。で、次広島黒田選手、黒田さんは、2022シリーズ2のダルセレブリの登場となっております。ステータスは変わらず、正午で制球スタミナ AA 同値が可能となっております。球種につきましては特に変更がなく、ダルセレ版と同じ球種となっております。上ツーシーム、斜めツーシームと、で特能も変わらずといったようなところです。純正オーダーやってる方だったら欲しいとは思うんですが、12球団的にはどうかなといった印象ですね。黒田さん、純正的星5、12球団的星3、リーグ的星3、リアタイ的星4となっております。で、次横浜山口選手は横浜版としましては初登場となっております。これまで巨人版でしか出てなかったような形ですね。球威78、制球70、スタミナ60と、称号で球威 A が可能となっております。で、煙突なしで中継ぎも置けるというような形ですが、球種はねそこまで強くないかな、リアタイ的にはそこまで強くないのかなといった形ですね。で、特能が超重い球、剛速球、回対ランナーと、まあ、巨人版と同じようにね、タイピンチついてくれたらまだ良かったのかなといった印象ですね。で、山口選手、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星2、リアタイ的星2となっております。で、次巨人高橋選手、高橋さんは、プロスピース初登場となっております。球威76、制球76、スタミナ77と、称号で全動値可能となっております。高橋選手、減突を行って中継ぎ抑えも可能となっております。特能がキレ20丸、タイピンチ安定感と、
なっておりますが、高橋さんどうかな、リアタイよりリーグ用なのかなといった印象です。高橋選手純正的星5、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星3となっております。で次ヤクルト岩村選手、岩村さんは2006年査定での今回新たに登場となっております。デフォでミパ AA 同値が決まってる形です。ライドラ版ですね。で守備適正はサードのみになっております。で特能につきましては超広角ライドラ、これまで走塁だったところが存在感に変わっております。超広角ライドラ版の、ミパ AA 同値めちゃくちゃ強い、サードの選手としてはかなり強い選手かなと思われます。で岩村さん純正的星5、12球団的星4、リーグ的星5、リアタイ的星5となっております。で次中日川上選手、川上さんは2006年査定での登場となっております。過去出た OB と比べますと球威プラス1、制球プラス1、スタミナプラス2となっております。称号でオール A 全同値可能となっております。で球種につきましては、シュートが消滅しツーシームが追加となっております。で特能につきましては打たれ強さ、尻上がりがキレ、奪三振に変わっております。全体的に見て強くはなってるんですが、リーグ用でしかないのかなといった印象です。川上さん純正的星5、12球団的星3、リーグ的星5、リアタイ的星3となっております。で次オリックス中村選手、ノリは 2023TS と同じ能力での登場となっております。称号で、ミパ AA 同値が可能となっております。で裏捨て変更がなくサード B はめちゃくちゃ強いですね。で特能も変更がなく超アーチスト広角回チャンスとなっております。ノリはもう、サード最強格の一人と言っていい選手かなと思われます。中村選手純正的星5、12球団的星5、リーグ的星5、リアタイ的星5となっております。次ロッテ井口選手、井口さんは 2022TS と同じステータスでの登場となっております。デフォで、ミパ同値が決まっているような形です。で裏捨ては変更がなく、ファースト版での登場となっております。特能は、サヨナラ男が選球眼に変わっております。まあ井口さんどうかな、純正やってる方っていうような印象じゃないのかなと思われます。井口さん純正的星5、12球団的星2、リーグ的星3、リアタイ的星2となっております。次ソフトバンク城島選手、城島さんはホークス版としましては2年ぶりの登場となっております。デフォでミパ AA 同値が決まっているような形です。で裏捨て変更がなく特殊で、キャッチャー適正 A まで上げられるような形です。特能も特に変わらずと言っているような形ですね。城島さんはね、阪神版より、ホークス版の方のが明らかに強いですので、ホークス版持ってる方継承していいところだと思いますし、阪神版で阪神版を使うことがないっていう方は、今回のソフトバンク版獲得できたら継承してもいいところかなと思われます。城島選手純正的星5、12球団的星4、リーグ的星5、リアタイ的星4となっております。で次楽天岩隈さん、岩隈さんは2021ダルセレと同じステータスでの登場となっております。称号で制球スタミナ AA 同値が可能となっております。で球種は、その時と変更がなく、ダルセレで魔改造された時の岩隈さんで登場となっております。このねカットボール変化量1がまあまあ強いんですよね、リア帯で。で特能もその時と変わらずといったような形です。まあ、楽天純正やってる方欲しいところだと思いますし、過去のダルセレのものから継承は全然 OK かなと思われます。で岩隈選手純正的星5、12球団的星4、リーグ的星4、リアタイ的星4となっております。次西武松坂選手、松坂さんは2023セレクションと同じ能力での登場となっております。デフォで球威スタミナ AA 同値が決まってる。で球種特能特に変更がなく超ジャイロボール版での登場となっております。純正オーダーやってる方、去年のセレクション版からの継承は OK なんですが、侍のツーシーム持ちのものからの継承はちょっと待った方がいいのかなと思われます。松坂選手純正的星5、12球団的星3、リーグ的星4、リアタイ的星3となっております。でラスト日ハム田中選手、田中選手は 2022OB と同じステータスの登場となっております。デフォでミート A が決まってるような形です。裏捨ては変更がなく特殊でセカンド適正 A まで上げられるような形です。特能変更がないといったような形です。まあ、田中選手純正オーダーやってる方、セカンドで使うのはありだと思うんですが、まあ、今回の日ハム枠はね大谷翔平がいますので、かなり影になってる選手かなと思われます。で田中選手純正的星5、12球団的星2、リーグ的星2、リアタイ的星2となっております。はい、というわけで今回新たに追加されたワールドチャレンジャー14選手ご紹介してきました。
今回ワールドチャレンジャー私ガチャを引いていこうと思うんですが、狙いとしましてはもうやっぱり、打者大谷、投手大谷、この2大狙いとなっております。まあ、それ以外の狙いどころで言いますと、ヤクルト岩村さん、オリックスのり、ソフトバンク城島さん、楽天岩隈さん、この4選手が追加されるぐらいですかね。それ以外は出たらちょっときついかなと、まあ、多分次の動画でガチャ引いていくと思うんですが、大谷翔平狙って1番は大谷翔平となっております。皆さん今回ワールドチャレンジャーもうすでにガチャ引かれた方、累計契約書引かれた方、ぜひともねどういった結果だったのかコメントよろしくお願いいたします。もう大谷翔平両取りできたっていう報告も来ておりますので、温かい目でガチャ動画上げた際は見ていただければかなと思っております。はい、というわけで今回は新たに追加されたワールドチャレンジャー14選手ご紹介してきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。